ファーガソン暴動は、アメリカ合衆国ミズーリ州ファーガソンで起こった、ダレン・ウィルソン警官によるマイケル・ブラウン射殺事件を受けて、事件翌日の2014年8月10日より始まった一連の抗議行動及び暴動である。きっかけとなった射殺事件の詳細が明らかになるにつれ、警察は夜間外出禁止を実施したり機動隊を配備したりして、秩序を維持した。 平和的な抗議行動とともに深刻な略奪行為と暴動が事件現場付近並びに市内全域で起こった。また、ファーガソンでの暴力的抗議に対処する際の警察武装化に対し報道陣を中心として非難が強まった。2014年11月24日、大陪審がウィルソン警官の不起訴を決定したことを受けて暴動が再発した。 ブラウン射殺事件の一周期でも短期で再発した。米国司法省はウィルソンが自衛でブラウンを射殺したと結論づけた。この暴動は法執行官とアフリカ系アメリカ人との関係、警察の軍事化、ミズーリ州や全米各地の武力行使法令などに関する激しい議論を米国内で巻き起こした。繰り返される実力行使的な動きは現代の債務者監獄、 営利目的の警察執行、学校分離といった論点にも広がっていった。射殺事件と一連の暴動を受けて、米国司法省は、ファーガソン警察の執行実務における調査を実施した。2015年3月、特にアフリカ系アメリカ人を差別して、人種的ステレオタイプを違法行為のパターンに適用することにより、ファーガソン警察が同市民に対して間違った。 業務執行をしていたとの判断を米国司法省が発表した。このほかファーガソン氏が警察によって生まれる罰金や過料の歳入を当てにしていることも判明した。18歳のアフリカ系アメリカ人男性であるマイケル・ブラウンは警官ダレン・ウィルソンと遭遇した際に射殺された。付近のコンビニエンスストアで強盗と暴行の通報があった後にウィルソン警官は到着しており、 警察無線局が被告のことを説明済みだった。ウィルソン警官の供述では、ブラウンとその友人ドリアン・ジョンソンが車道の真ん中を歩いて家に向かっている場面を目撃し、車道ではなく歩道を歩くよう彼らに要請したという。彼らがウィルソンに従わなかった際、ブラウンのシャツや葉巻の箱が強盗通報の説明と一致していることに気づいて、 ウィルソン警官は、ブラウンとジョンソンの事件関与を疑った。そしてマイケル・ブラウンを尋問しようとした時に、襲われてしまった。揉み合いになり、ブラウンは、ウィルソン警官の所持する武器を奪うことに成功する、寸前だった。揉み合っていたため武器が発射され、かすり傷を負ったためブラウンは逃走した。ウィルソンは少しだけブラウンを追跡して、体の前側だけに発砲し、 最終的にはブラウンがこちらに向かってきた際に彼を射殺した。ウィルソンはファーガソン警察に勤務する28歳の白人男性だった。数ヶ月に及ぶ審議の後、大陪審はこの事件でウィルソン警官を刑事告発しない決定を下した。銃撃事件での警察対応は情報を一般公開するペースが遅かったこともあり、猛烈な批判を受けた。 大陪審が受理及び審査した文書の多くは、大陪審がウィルソン警官を不起訴処分にした時に公開された。抗議者に励ましの言葉をかける米海兵隊員で役立つされ、全焼したファーガソンのガソリンスタンド2014年8月14日のファーガソンでの抗議行動8月9日の夕方、住民らはブラウンが亡くなった場所に花とろうそくで仮設慰霊碑を作った。 マザー・ジョーンズ氏によると、所属不明の警官がそこで、警察犬に証弁をさせたり、その後パトカーが仮設慰霊碑に追突したりした。同志はこれらの事件がそれを目撃した人々の間の緊張を高めたと報じ、ミズーリー衆議院のシャロン・ペースは、このことが群衆の人々を激怒させ、私を激怒させたと同志に語った。8月10日、日中の追悼式は平穏に始まったが、 夜のキャンドル美事量を終えて一部の人々が直上的になった。現地警察署は暴動鎮圧用装備をつけた警官約150名を招集した。一部の人々が商店を略奪したり車両を破壊するようになり、市街地への交通遮断をしようとする警察官と睨み合いになった。少なくとも12の商店が略奪、または破壊され、クイックトリップの他リトルシーザーズなどの コンビニエンスストアとガソリンスタンドが放火された。一部の略奪行為は活動家、埋まる理由によりビデオを撮影されていたため、30人以上の逮捕につながった。逮捕された人たちは暴行、強盗、窃盗の容疑で起訴された。警察は暴動鎮圧装備やヘリコプターなどを活用して、午前2時までに群衆を離散させた。この出来事の最中、 警官2名が警鐘を負った。8月11日、警察は略奪者により昨晩放火されたコンビニの焼け跡で野印馬たちを追い払うため催涙ガスを使用した。報道によると、ファーガソンで発砲があり、5人が逮捕された。一部の抗議者は警察官に岩を投げ、警察は催涙ガスとビーンバック弾を発射して抗議者たちを対処した。8月12日、 数百人の抗議者が、軍庁所在地のクレートンに集まり、銃撃に関与した警官の刑事訴追を求めた。ファーガソンの抗議者は標語を掲げ、撃たれた瞬間に、ブラウンが降伏しようとして手を挙げたという、目撃証言を模もして、多くの人が、撃つなと叫びながら、両手を上に上げていた。警察によると、一部の抗議者が、警官に瓶を投げつけてきたため、 群衆を追い払うため催涙ガスの使用もやむなしとされた。その翌日スワット隊の警官約70名が到着し、その夜に警察は発煙弾、スタングレネード、ゴム弾、催涙ガスを使って群衆を追い払った。現地ラジオ局によって記録されたビデオ映像には、ファーガソン警察が住宅街に向けて催涙ガスを発射し、報道記者に記録を中止するよう命じる様子が、 映っている。8月12日から13日にかけて警察官は抗議者や報道記者の列に催涙ガスやゴム弾を発射した。少なくとも7人の抗議者がその晩に逮捕された。8月12日の夜、平和的な抗議者が警察によって頭を撃たれたが死亡には至らなかった。一命を取り留めたミア・アーテンホワイトは弁護士がいない状態で警察と話すことを拒否した。 市当局は、現在進行中の警察の捜査に関する修法を引用して、弾道報告書他の捜査記録を記者に提供することを拒否した。8月13日の夜、デモ隊が火炎瓶を含む投擲武器を警察に投げつけたため、警察は報復として、催涙ガスと発煙弾を発射した。事態収束の間に、ワシントンポストやハフィントンポストの記者ウェズリー・ロワー,ーと、 ライアン・ジェイ・レイリーが逮捕された。同志編集士官のマーティン・バロンは、記者の逮捕に正当理由は全く存在しないとの声明を発表し、警察の行動は全くの不当であり、ニュースを取材する報道の自由に対する暴挙だと語った。その夜、ファーガソンでの抗議行動を取材していたアルジャジーラ・アメリカの特派員たちも、警察のスワット隊から催涙イイガスやゴム弾で撃たれ、 記録機器を分解されてしまった。アルジャジーラアメリカも報道の自由に対する悪質な暴挙だとの声明を発表した。スワット隊は翌14日にメディア報道の妨害を意図したものではないとする記者発表を行った。装甲車の上で構える警察の射撃手、ファーガソン警察署長のトム・ジャクソンはメディア弾圧を否定した。米国大統領バラク・オバマは 警察が平和的な抗議行動に対して過度の武力を行使したり抗議者を収監した理由が修正第一条の合法的な権利行使だというのは弁解にならない。ここアメリカ合衆国では自分の職務をこなして自らが目撃したものを米国民に伝えようとしている報道記者を警察が同喝したり逮捕すべきではないと語り修正第一条違反に対処する 胸の声明を発表した。ソーシャルメディア向きに抗議行動を記録していたセントルイス市議会議員のアントニオ・フレンチもファーガソンで警察に逮捕された。違法な集会にいたため逮捕されたとのことだったが、翌14日に釈放され、最終的に彼は起訴されなかった。報道の自由を目指す記者団委員会は抗議行動を取材する報道記者へのハラスメントに、 抗議するためファーガソン警察に書簡を送った。ファーガソンで抗議者と話をする、クレアマカスキル米上院議員8月14日、クレアマカスキル上院議員は、警察の軍事課が抗議者の対応をエスカレートさせたと述べた。セントルイス警察署長のサムドットソンは、発言がなされたような軍隊式の警察執行を、自分は採用していないはずだと主張した。署長によれば、 自分が目撃したものは都市で行うような軍事戦術に当たらないものであり、私は自分がやらないだろう状況に警官たちを決して配備しないと自分に言い聞かせているとのことだった。これ以外にもドットソンはレーシャルプロファイリングの懸念からファーガソン氏や軍警察との協力に消極的だったとされ、例えば電子メールのやり取りでは私たちは 戦術支援を取りやめたので、火曜日と水曜日に、戦術支援をファーガソンに送りませんでした。私たちの支援は、交通誘導をしたり歩行者と運転手の安全を、見守る警官4人だけですなどと記されている。ミズーリ州ハイウェイパトロールの隊長、ロナルド・エス・ジョンソンが、ファーガソンでの放出交換活権を引き継ぐよう、要請されたミズーリ州知事のジェニクソンは、記者会見で、 ミズーリ州ハイウェイパトロールがファーガソンでの警察執行をセントルイス軍警察から引き継ぐことになり同警察は必要な場合に限り武力を行使し一般的に少し後退することになると語った彼はファーガソンの警備がハイウェイパトロール隊長のロナルド・ジョンソンによって監督されると語ったセントルイス軍の検察官ロバート・ P ・マッカロックは知事にはそれを行う 法的権限がなく、軍警察を否定するのは恥ずべきことだと知事の決定を批判した。8月14日の夕方、ジョンソン隊長は一緒に歩いて、ファーガソンでの大規模な平和行進を導いた。記者会見を行うファーガソン警察署長のトム・ジャクソン。2014年8月14日、ブラウン射殺事件から約1週間後となる8月15日の記者会見で、 ファーガソン警察署長のトム・ジャクソンが銃撃に関与した警官の名前を発表した。ジャクソンはその前置きとして、銃撃の数分前に現場付近でコンビニエンスストア強盗事件が起こっており、射殺されたブラウンが強盗に関与した被疑者であると説明した。数時間後に改めて記者会見を開いたジャクソンは、ウィルソンがブラウンを呼び止めた時には強盗犯だと気づいていなかったと述べた。 15日の夜、警察が午後11時頃に到着するまで、ほとんど追悼式のやり方で、抗議行動が続いた。翌未明の1時30分、ボートが、コンビニエンスストア及び、付近の商店に押し入って、略奪を行った。その後、押し入られた商店の出入り口近くに集まって、さらなる略奪行為を防ごうとした抗議者や、見物人らの一団もいた。市民暴動に対処する。 法執行機関。2014年8月17日前夜の略奪と混乱を受けて、8月16日にニクソンは記者会見で非常事態宣言を行い、ファーガソン市内では午前0時から午前5時まで夜間、外出禁止令が導入された。法執行官が自らの軍事メーター戦術で暴力を煽動したと語る一部住民もいた。警察はトラックやイルインガスで、 夜間外出禁止を強制するつもりはなく、抗議者と連絡を取って、門限前に立ち去る時間と機会を与える予定である、とジョンソンは語った。8月17日未明、事前の約束にもかかわらずサイルインガスや、機動隊が対処に用いられた。抗議者の一人は警察に撃たれて、重傷を負った。他に七人が逮捕された。その日の朝、ミズーリ州ハイウェイパトロールの広報官は、 夜間外出禁止が2日間延長されると発表した。ファーガソンでの抗議行動。2014年8月17日、8月18日、夜間外出禁止の時間帯に激しい衝突が発生したことを受けて、ニクソン州知事は州兵に平和と秩序を回復し、ファーガソンの市民を守るよう要請する行政命令を出した。ニクソンはまた、8月18日の夜について、 外出禁止令を実施しないと発表した。アムネスティ・インターナショナルは人権活動家13名を派遣し、当局側との会談を求めるとともに、現地の活動家に非暴力的な抗議方法の訓示を施した。エリック・ホルダー司法長官から事件について説明を受けた後、オバマ大統領はそこでの暴動を監視するため、ホルダーをファーガソンに派遣した。その夜、 数百人の抗議者が警察の人壁に突進した後、ドイツ人記者を含む78人が逮捕された。8月20日、エリック・ホルダー司法長官はファーガソンに出向いて、現地住民やブラウニー族と面談した。昨晩の逮捕者47人に対し、この日逮捕されたのは6人だけだった。ニクソン州知事は、社会不安の改善を確認した後の8月21日に、 周辺をファーガソンから撤退させた。8月23日、抗議行動は平和的な活動を続けたが、さらに3人が逮捕された。同日、私は、ダレン・ウィルソンという警官ウィルソンを支持する50から70人の集会がファーガソンで開催され、8月25日時点で、オンラインのクラウドファンディング活動で支持者から40万ドル近くが集まった。 このオンライン活動は人種差別的なコメントを多数呼び寄せてしまい、同ウェブサイトはコメント欄の閉鎖を余儀なくされた。ブラウンの遺族は8月25日に予定されている葬儀に弔意を示して抗議を丸1日中断する要支持者に求めた。私が明日に望むことは息子を安らかに横たえる時間の平和だけです。お願いします。 それが私の要請するすべてですとブラウンの父親は語った。礼拝には2500人が式場を埋め尽くすなど数千人が参加し、葬儀では推定2000人が教会敷地内に参列した。9月23日早朝、射殺現場の道路上にあるマイケル・ブラウンの献花台が全焼した。抗議者たちが現場に集まり、献花台が再設置された。 その日の夕方、数百人の抗議者が集まって、警察署長、ジャクソンの辞任を求めた。ジャクソンは抗議行動に対処しつつ、ブラウン殺害後に変化が起きていることを説明し始め、群衆内に若干の動揺が生まれた。その隙に警察官が署長を保護するため割って入り、数人の抗議者が逮捕された。9月28日の夕方、大規模な群衆抗議があり、 瓶や岩が警官に投げつけられた。他の警察部隊に応援要請が行われ、抗議者8人が公務執行妨害などで逮捕された。9月29日、聖職者を含む十数人の抗議者が警察庁舎に集まるも、道理を片付けなければ逮捕すると通告され、聖職者が逮捕された。さらに抗議者は、午後11時以降も成果を続けるのなら、逮捕だと通告された。 11時ごろ、警察はゆっくりと前進したが、抗議者らは、交代を拒み、両者が、ほぼ接触すると銃声が聞こえて、双方が交代した。その後、水売りハイウェイパトロールのロン・ジョンソン隊長は、抗議行動が平和的である限り、5秒ルールは、延用されず、逮捕されることはないはずだと群衆に伝えた。月日、元、CNN のフリー報道記者、マリー・ムーアや、 現地の活動家3名を含む十数名が逮捕され、逮捕時の抵抗による公務執行妨害などで起訴された。保釈金は最高2700ドルで、その5000ドルに減額された。10月3日、ファーガソン警察署長は、市内の抗議行動を管理する責務をセントルイス軍警察に譲渡した。ファーガソン警察の限られた物資が、日々の抗議行動への対処を困難にしていた。 10月4日、約50人の抗議者が、セントルイス交響楽団のコンサートで、休憩後の公演再開直前に、マイク・ブラウンへの鎮魂歌として古い公民権の楽曲を歌い始めた。その後、彼らは平和的に建物を去った10月6日の夕方、セントルイスカージナルスとロサンゼルスドジャースの試合後に、野球サポーターと抗議者が、スタジアムの外で口喧嘩を起こした。 10月に複数の組織がセントルイス首都圏全域での大規模抗議を計画した。ファーガソン・オクトーバーというイベントでは抗議者たちがマッカロック検察官の事務所まで平和的に更新し、その後はファーガソンなどで平和的な抗議活動が行われた。夜には400人の人々が通りで平和的抗議を実施した。この10月9日のイベントは セントルイス軍緊急センターの活性化を期待して実施された。10月12日、セントルイス大学でファーガソン・オクトーバーの集会と活動が行われた。このイベントの目的は、警察暴力の罪を悔い改めるよう国民に呼びかけ、新世代の青少年活動家を支援することだった。活動家たちは、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の聖職者と共に群衆に語りかけた。 基調講演者のコーネルウェストは登壇すると、私がここに来たのは講演するためではない。私がここに来たのは刑務所に行くためだ。と発言した。10月13日、抗議者たちがファーガソン警察署の警官と会談するために、警察の包囲網を超えようとした。段階的で平和的な不服従行為の間に、聖職者やコーネルウェストを含む推定50人以上の抗議者が、 逮捕された。セントルイス大学は平和的な抗議者の拠点になり、250人以上が参加して座り込みを行った。10月20日、ミズーリ州選出のジャミラ・ナシード上院議員が警察命令を重視せずに交通封鎖したことで逮捕された。彼女は同行していた男性と共に交流され、保釈を拒否した。逮捕当時、彼女は拳銃を携帯していた。 11月17日、大売信の結果発表を受けて、水売り州知事はファーガソンでの抗議行動を見越した非常事態宣言を行った。11月21日、新ブラックパンサー等の党員二人が抗議、行動中に爆発させる予定で爆発物を購入したとして逮捕された。またこの二人は身分を詐称して拳銃二丁を購入したことで起訴された。 11月22日、報道記者のトレインストが逮捕された。彼は後に、アメリカ自由人権協会と共に訴訟を起こし、8500ドルの和解金を獲得した。11月24日、大陪審は、ブラウン射殺事件で、ウィルソンを起訴しない決定を下した。大陪審の決定発表に続いて、マイケル・ブラウンの警フルイスヘッドは、警察署の前で、 このこびている奴らを焼き払ってしまえ。と抗議者の群衆に叫んだ。平和的な抗議行動の他に暴動が起こり、十数棟の建物が消失した。銃撃、略奪、破壊行為が発生し、セントルイス軍警察のパトカー2台が破壊され、それ以外の車も多数燃やされた。十一月十五日、ブラウンが殺された場所から、数ブロック以内で駐車してあった車内で、 20歳、男性でアンドレ・ジョシュアの遺体が発見された。当初、警察は不審死だと分類していたが、頭部を撃たれて焼かれていたことから、殺人と断定した。同日、ロストンからロサンゼルスまでの米国170以上の都市で大陪審の決定に抗議するために、何千人もの人々が集まり、ファーガソンでは、状況の過激化を防ぐために、 周辺部隊が強化されたと CNN が報じた。オークランドでは放火、略奪、破壊行為で少なくとも90人が逮捕された。カナダの主要都市や英国のロンドンでもデモが行われるなど抗議行動が国際的に広がった。大陪審の決定後に行われたブラックフライデーを妨害する抗議者の呼びかけはセントルイス地域で行われ。 何百人ものでも参加者が歩道を封鎖して、現地のショッピングモール等でスローガンを叫んだ。11月27日、報道によると、ニクソン知事は、ブラウン殺害の件で、ウィルソンを起訴するか否かを決定する、新たな大売審の要請を拒否した。11月30日、セントルイスで32歳のボスニア人男性が、少なくとも3人の黒人青年たちによって、撲殺された。 現地ではこの事件をヘイトクライムとみなし、被害者遺族はファーガソンの現状にある程度影響された黒人による事件だと確信していた。数百人がボスニアンライブズマターと叫ぶ2番にわたる抗議が行われた。2015年3月11日、警察署長の辞任が発表された後ファーガソン氏全域で抗議行動が起こった。 双方合意による退職協定に基づき、所長トーマス・ジャクソンには健康保険付き退職金された。岩が投げつけられて、パトカー4台が損壊したほか、備品がいくつか放火された。2015年8月10日の抗議と、警察8月9日、ブラウン射殺事件の一周期に平和的なデモが起こり、参加者は4分半の黙祷を捧げた。深夜に、 略奪容疑の2集団がデモの最中に互いに発砲し始め、4人の私服警官が現場で応対した。そこで警官らは、盗んだ拳銃で発砲したとされるタイロン・ハリス・ジュニア、容疑者を撃ち、彼は重体かつ、既得状態で入院した。銃撃の3時間後、ブラウンの遺霊費付近を歩いていた青年2人が走行中の車から撃たれて負傷した。 報道記者も駐車場で襲われて強盗に遭い、警官3人が抗議者によって負傷した。この暴動を受けて、警察当局は8月10日に、セントルイス軍を非常事態下に置き、3日後に解除された。抗議行動は昼夜にわたって続き、うち1件は、週刊高速道路70号線を閉鎖した。この、デモの最中に100人以上の抗議者が逮捕された。 8月11日早朝、さらに20人超の抗議者が逮捕された。その日遅く、警察はハリスによる銃撃のビデオ映像を公開した。マイケル・ブラウン死去の2周期に、モシュラは道路を封鎖して抗議行動を開催することに決めた。1台の車両が抗議者たちに突っ込み、ぶつかっては彼らを跳ね飛ばした。その後、抗議者たちは、引き逃げ車両を撃ち始めた。 負傷した抗議者は、その後病院に運ばれ、運転手は警察に協力した。メディアを再生するレイアルバース警官は平和的な、抗議者に、ライフル銃を向けたために、停職処分を受けたセントアン警察署のレイアルバースは、ビデオで撮影されたファーガソンでの抗議行動での、事件後、無期限の職務停止処分を受けた。セントルイス軍警察によると、彼は暴言を使って、 お前らを殺してやるぞと脅しつつ、平和的な抗議者にセミオートマチックライフルを向けた。アルバースが、お前を殺すぞと言っている様子はビデオで記録された。身分証明を求められたとき、アルバースは、くたばりやがれと口答えした。これが、アメリカ自由人権協会に処分を法執行機関に要求する書簡を送らせることとなった。自身の行動が、あだとなり、 アルバースの身分証明が伏せられている間、彼はソーシャルメディア上でくたばれ警官と呼ばれていた。アルバースは8日後の2014年8月28日に辞職した。ファーガソンから4マイルの場所で25歳のカジエメ、パウエルは警察の銃撃で2014年8月19日に殺害された。パウエルはナイフを持って蒸気を一した振る舞いをしている。 とセントルイス警察に報告されていた。現場に到着するや、数秒以内に、警察官はパウエルを射殺した。デモ参加者は抗議行動に参加する準備をしており、この事件はメディアによって、即時報道された8月22日、セントルイス軍警察官の断ページは、CNN のドン・レモンを押している様子を撮影され、ページが、オース・キーパーズのセントルイス支部とセントチャールズ支部に、 先導的なスピーチを語るビデオが世に出た後、職務から外された。彼は3日後に退職した。抗議活動中に、ファーガソンをケーラしていた、クレンデールの警察官マシューパッパーとは、Facebook に、これらの抗議者たちは、最初の夜に狂犬病の犬みたいに安楽死させるべきだったんだとか、あいつらが必要とする、バックパックを持ったイスラム教徒は、どこにいる などの物議を醸す投稿をしたため、停職処分を受けた。ファーガソンの報道記者はパッパートが、抗議者たちを脅したと主張した。パッパートは、内部調査の結論が出た後、最終的に解雇された。8月11から13日に逮捕された抗議者5人によって8月28日に4000万ドルの連邦訴訟が起こされた。警察官が不必要に武力を行使して、 不当逮捕をしたとの訴えたものである。10月には、さらに4人の抗議者が、原告側に加わった。この訴訟では、様々な警察官、役員、ファーガソン市政府、セントルイス軍政府などを被告として挙げている。2014年10月8日、フォンデリット・マイヤーズ・ジュニアは、セントルイスで非番の警察官に射殺された。警察は、マイヤーズが銃を持っていて、 自分たちを撃ったと述べた。マイヤーズとマイケル・ブラウン双方の親類であるダグ・ホリスは銃撃場面を見ていないのにマイヤーズは武装しておらず手にあったのはサンドイッチだと USA ジュデー氏に語り現場で発見された銃は警察に仕込まれた可能性があると示唆した。この銃撃を受けて幾番にも及ぶ抗議行動が行われた。後の法医学的証拠では 射撃残差がマイヤーズの右手、シャツ、ズボンに残っていることが確認され、彼が銃を撃っていたことが示された。また、警察に向けて発射された弾丸3発がマイヤーズの銃と一致した。遺族側の弁護士は、マイヤーズが使ったとされる武器に関して、警察の説明が異なっていることに気づいた。後に、マイヤーズが所持していたことが判定された銃は、彼が、 ソーシャルメディアに投稿していた様々な写真の銃と一致していた。第三者による検視では8つの傷のうち6つが体の背面にあったことが判明した。葬儀は10月26日に行われた。2015年5月19日、非番の警察官に対して不起訴が発表された。セントルイスのジェニファー・ジョイス弁護士の報告書ではマイヤーズが銃を発砲した後に警官が自衛で、 マイヤーズを撃って殺害したため、結果的に生じた死について、合理的な疑いを超える刑事犯行為が証明できなかった、と書かれていた。詳細は、アントニオ・マーティン射殺事件を、参照2014年12月24日、バークリーで18歳のアントニオ・マーティンが、自分を尋問してきたセントルイス軍警察官に銃を向けて、その後射殺された。この事件は、 同地域でのさらに暴力的な抗議行動を引き起こした。2015年3月14日、ジェフリエル・ウィリアムズは警官2人が撃たれた2日前の事件に関わっているとして逮捕された。盗まれた財物所持で保護観察中だった黒人のウィリアムズは発砲を認めたが警察を狙ってはいないと供述した。ウィリアムズの弁護士によると、 彼はその日数時間前に自分を略奪した人物に報復するつもりだった。警察は犯行現場で見つかった使用済みカートリッジと一致する40口径の拳銃を押収した。4月1日、AP 通信はウィリアムズが3月12日の講義、行動中に自分を撃ってきた身元不明人物に反撃したことを電話で告白したと報じた。彼の弁護士は以前、 銃撃中にウィリアムズは発砲しなかったと主張していた。6月3日に起訴されると、ウィリアムズはすべての容疑について無罪を主張した。2016年12月、陪審員はウィリアムズに第一級暴行2件、武装犯罪行為3件、武器の違法使用1件で有罪判決を下した。2017年3月17日、彼は懲役25年の判決を受けた。 ブラウン射殺一周期の2015年8月9日、タイロン・ハリス・ジュニアが略奪者同士の銃撃戦中に4人の私服警官によって撃たれた。彼は既得状態で入院となった。警察は彼を法執行機関に対する第一級暴行4件、武装犯罪行為5件、自動車への18社1件で起訴した。ハリスは拘束され、保釈は 現金25万ドルのみとされた。ハリスの父親によると、彼はブラウンと同じ高校を卒業し、彼の親友だった。銃撃事件の2日後、警察はハリスが覆面パトカーに銃を発砲する監視ビデオを公開した。ハリスは事件当時、車両途中の盗難に関する重罪容疑で拘束されていた。ビデオの証拠があるのに、ハリスの父親は、 息子が銃を持っていることを否定した。ファーガソンにいる他の人々は、ハリスが覆面パトカーに発砲していることを知らなかった可能性があると語った。ハリスが撃たれた夜、活動家兼ラッパーのタリブ・クーエリ主催で、ブラウン遺族のためにお金を集める無償の事前コンサートが開かれた。クーエリをはじめ、アカデミー賞受賞者の顧問や、ブラック・ライブス・マター運動の人たちも参加した。 ハリスはこのコンサートが行われている最中に撃たれた。同事件とその後の抗議行動は、マルチメディア活動家のクイーン・ムハンマド・アリとハキーム、カリクの監督による短編ドキュメンタリー、バーズ・ヨン・ジャスティスとして撮影、公開された。同映画は2016年の第24回、パンアフリカ映画祭で最優秀短編映画賞を受賞した。2019年3月時点で、 ファーガソン抗議者は、生命や幸福の脅威にさらされており、コミュニティから不信とみなされる状況下で複数名が死亡している。警察と現地コミュニティの間で不信感が続いているため、警察がこれらの死を十分に捜査しきれなかった結果、生じた可能性もある。2016年9月6日、ファーガソン抗議行動の指導者、ダレンシールズは、 デアンドレ・ジョシュアと同じく燃えている車内で射殺隊で発見された。抗議行動中に催涙ガスの玉灯を投げている象徴的な写真で知られるエドワード・クロフォードもまた2017年に死亡しており、警察によれば自殺と発表された。当局と住民の対話を活発に交わす目的で、市長により10月と11月に5度のタウンミーティングが設定された。 米国司法省のコミュニティ関連当局が関与しており、同ミーティングはメディアや非居住者に対して非公開とされた。マイケル・ブラウンの死後、3200人の住民がファーガソンで投票するために登録されたと報道された。その後、公表された数字は、不正確で新たな有権者登録は128件だけであると選挙管理委員会は主張した。 3200という数字は、住所変更や、その他変更を含むファーガソン有権者とのやりとりの、総数だった。暴動が始まる直前に雇われた数少ない障害、担当者、ビン・ジェームズは、彼の昔の記録が明るみになった後、セントルイス経済開発総合事業より解雇された。ジェームズは、ファーガソン警察署長と直接協力し、とりわけビデオ謝罪を提案したと見られている。 この相互事業体は、ジェームズが未室の恋による殺人で2009年に90日間のワークファーム収容の刑に服していたことを知らされた。彼は2004年に武装強盗を2回起こしており、1人を射殺する人情沙汰にも及んでいた。青少年期の飛行を経て、ジェームズはどうにか大学へと進学したが、2度の強盗が彼の学位取得を妨げた。ジェームズは、 プロボの活動を基盤に自分の地位を維持した。2014年9月29日、アメリカ自由人権協会はファーガソンでの抗議行動中に警察が動き続ける規則の適用をやめるよう連邦裁判所に要請し、人々が逮捕の脅威にさらされることを防いだ。セントルイス軍警察署長のジョンベルマーは、この規則は夜間外出禁止令中の最も不安定な夜の、 抗議行動に使用されることを意図したもので、一部の警官により支柱の穏やかな抗議行動で、それが誤って使用されたと証言した。10月6日、水売り州東部地区の連邦地方裁判所は、平和的なデモ参加者や他の人たちに立ち止まらず歩くことを義務付ける観光は、憲法に違反していると裁定し、平和で法を遵守するファーガソンの抗議者に向けられた観光に、 差し止め命令を出した。暴動書やに略奪に相法化された店舗クイックトリップはセントルイス都市圏のコミュニティに活力を与える取り組みの一環として職業訓練センターとして再建されることになった。同センターは完了次第新たなセーブアワーサンズプログラムを取り入れる予定である。セントルイス地域の企業はこの取り組みに120万ドルを寄付し若い失業者や 未雇用者は同地域の仕事に就く前に1ヶ月間の訓練が与えられることになった。損傷した街を直すプロセスを支援したいという、クレーターセントルイスコミュニティ財団と称する匿名2人組が10万ドルの基金を立ち上げた。しかし、ファーガソンを最善支援するプログラムやイニシアチブを知らなかったため、彼らは人種的にバランスの取れた ファーガソン住民の集団がこのお金を分配する方法について決定を下すことを要求した。黒人と白人ペアの教師、警察官、牧師、住民で構成されたカムトゥギャザーファーガソン交付金委員会はファーガソンの夏の青少年プログラムに助成金第1弾を授与することに決めた。2015年5月23日。 同委員会は42の申請のうち厳選した11の組織に3万9000ドルを分配すると発表した。広報や地域社会への報仕活動で数十年の経験を持つ経験豊富なマイアミ警察官のデリッシュモスが2016年4月に警察署長に任命された。住民の半数以上がアフリカ系アメリカ人のコミュニティを保護するため黒人であるモスが主に白人からなる 警察執行隊を率いることになった。ワシントンポスト市は2000年より人口動態の大きな変化を経験したファーガソン警察と市民の間ですでに人種格差があったことを指摘した。抗議行動、破壊行為、その他の社会不安が1週間以上続き、夜間外出禁止令が敷かれると暴動が激化した。暴動の際に略奪された店のいくつかはアジア系アメリカ人所有で、 デイリービーストはアジア系アメリカ人が人種関係の議論から取り残される傾向があると記した。またワシントンポストによるとファーガソン警察はブラウン射殺事件に先立ってすでに法執行機関の疑惑を抱えており、それは警察官53人中48人が白人でアフリカ系アメリカ人コミュニティとの比率が人口統計と全く釣り合っていない点だった。 同地域は近年急速な人口動態の変化を遂げており、2000年に人口の半分以上が黒人となった。ミズーリ州司法長官事務所による2014年の年次報告書は、ファーガソン警察が違反車両を停止させた際に、アフリカ系アメリカ人を逮捕する可能性が白人の2倍に及ぶと結論付けた。ロサンゼルスタイムズ紙は、 ファーガソンで勃発した状況が何十年にもわたって構築されてきたと論じ、もともと抗議者はセントルイスで最も貧しい困窮地区を要する町や近隣街から来ており、貧困の公害化が加速している課題をその触媒として挙げた。タイム氏は、この国の黒人は依然として必要とするここの住民たちの一端であるため、暴動を起こす傾向がより多いと論じた。 1992年ロサンゼルス暴動のケースでは、黒人が30年に及ぶレーシャルプロファイリングとの闘争について話そうとするも発言を塞がれ、依然として非常に不公平な扱いが残ったまま沸騰していった。この事件を経て、南カリフォルニアの景色が変貌し、全米規模で警察は執行に注意を払うようになった。別の側面として、 ファーガソンにいる貧民や黒人に負担をかけるシステムがこの状況を引き起こした可能性もある。軽微な交通違反が出発点で違反者が期限内に罰金を払わないまたは法廷に出廷しない場合その出費が急速に増えてしまう。罰金による裁判所収入は2013年のファーガソンにとって2番目に大きな収入源だった。2014年10月1日 セントルイス市は22万人の逮捕状を取り消し、令状再発行の前に3ヶ月の猶予を与えてから、新たな裁判日を取得した。連邦政府最高裁判事8月22日に、ルース・ベーダー・ギンズバーグ判事は、法律専門誌のインタビューで、ファーガソンでの出来事とニューヨーク市のストップフリスク政策が米国における、本当の人種問題だとの指摘を述べた。さらに、 ソニア・ソトマイ・オール・ハンジは修正第4条をめぐって争われた2016年の訴訟で警察実務における体系的な人種偏見の証拠として司法省のファーガソン報告書を広範囲に引用した。ミズーリ州行政地方当局ブラウンの遺族世論調査8月14から17日に実施されたプー研究所の成人1000人を対象とした世論調査では 銃乱射事件に対する反応で人種的、政治的な分裂が見られた。アフリカ系アメリカ人は約4対1でこの射殺事件が人種に関する重要な問題を提起したとの回答が主流だったが白人たちは意見が割れ47%、37%、つつも事件の価値上に人種問題に注目が集まったとの回答が多かった。 世論の分裂は、党派の垣根でも観察され、民主党員の68%は、同事件が人種に関する重要な問題を提起したと考えているも、他党と比較すると、この意見は無党派層で40%、共和党員では22%だった。また共和党は、警察の対応を適切だとみなす傾向が民主党よりも高かった。共和党員の65%が、 事件の捜査を信頼すると表明しており、対する民主党員では38%に止まった。第三者、ファーガソン警察署に集まる抗議者たち、ファーガソンの公民権運動指導者、ジェシー・ジャクソン牧師。2014年8月17日事件、暴動、抗議運動その他記録ビデオ記録写真団体。ありがとうございます。